タクチャン僧院、またはタクチャン寺院とは、ブータンパロ県、パロの渓谷高所にあるチベット仏教の寺院である。標高約3120メートルの垂直に切り立った岩壁に建てられているチベット仏教信仰の聖地であり、トラノスという別名も存在する。僧院は1692年に建築が開始され、1694年に混流された。 瞑想の洞窟の階祖であるパドマサンババの壁画。タクチャン総員に関連したダカンのナムタルによると、タクチャンはメストラの隠れがをい見し、パドマサンババがメストラの背に乗ってシンゲゾンからこの地に降り立ったと信じられている。皇帝の元妻であったイエーシェツギャルがチベットにて進んでパドマサンババの弟子となったという伝説もある。その後、ツギャルはメスのトライと姿を変え、 パドマサンババをチュベットから現在のタクチャン僧院の立つ地まで背負って運んだとされている。パドマサンババはこの地にある洞窟の一つにて瞑想を行い、八つの化身として現れたことで、この地が神聖な場所となった。その後、この地はトラノスと呼ばれるようになった。最も有名な伝説はブータンの支配者であった天神ラブジーの物語によってさらに脚色された。 この物語の著者は、8世紀の教祖であった、パドマ・サンババが、ラブジーとして転承したと記している。このことの証拠として、ラブジーのいた洞窟の内外で、友人らが同時にラブジーを目撃したことや、少量の食料で、すべての訪問者の腹を満たしていたこと、総員までの道は危険で、滑りやすいのにもかかわらず、道中で負傷した参拝者がいなかったこと、 渓谷にいた人々が空中に様々な動物の形やフラワーシャワーを含んだ宗教的な象徴がいるのを目撃し地面に触れることなく空中に消失したことが挙げられている。853年にランチェン・ピルキー・シンゲが瞑想を行うことを目的として洞窟を訪れ、この洞窟を自身の名前からペルキー洞窟と名付けた。ペルギーガートに 現在のネパールのある場所にて亡くなった時に、神であるドルジェレグパの恩恵により、遺体が奇跡的に創院に戻されたと言われており、その遺体は現在、入り口の階段左側上部の部屋にある頂点に封印されていると伝えられている。この頂点は1982年から1983年にかけて修復され、2004年に再び修復が行われた。 現在、タクツアンソ山僧院のある洞窟にて瞑想した、ミラレパ。11世紀以降、ミラレパやダンパサンギエチベットでのヨギーニであったマチクラプドゥン、タントンギャルポなど多くのチベットの聖人や著名人が、瞑想を行うために洞窟を訪れた。12世紀後半には、パロニテ学校が設立された。14世紀に、チベットから、ニンマハのラマであった、ソナムギエルツェンが来た頃に、 この地域発の聖地が作られた。ギエルゼンが持ち込んだ絵画は原型を止めていないものの、主要な建造物の上部にある岩にかすかに残っている。1958年の火災後に再建された、タクチンの寺院である、ウギエンツエモの建立は1408年だと言われている。タクチンの洞窟は17世紀中期まで数世紀にわたって、カソグパのラマの管轄下にあった。 セチュ祭りで行われる黒い帽子をかぶった僧による踊り。ブータンの初代、シャブドゥンとなったガワン・ラムゲルは、タクさんに僧員を立てることを計画した。1644年から1646年にかけて行われたチベットによるブータン侵攻の際に、ナムゲルはニンマ派のテルトンと共に侵攻軍に対して勝利するために、タクさんにてセチュ祭りの一環として、 ブカブルゴヤドダガーアングスダスと呼ばれる儀式を行った。その結果、タクさんの守護神がナムゲルの味方となり、ブータンはこの戦いに勝利した。しかし、ナムゲルが熱望していた寺院の建設計画は実行されなかった。その後、ナムゲルの願いは、彼の最初かつ唯一の後継者であった四代目、ドゥクルシであった天神ラブジーが実現した。 1692年のセチュ祭りの時期に、ラブジーが、たくさんの神聖な洞窟を訪れ、パドマサンババに捧げる寺院を建設するための基礎を築いた。同時に、ラブジーは、洞窟の外の崖に立ち、セチュ祭りを指揮した。当時、この寺院よりも高い位置にあった寺院は、サンドペルリとウギエンツェモだけであった。寺院は、その後、1694年に完成した。 1998年4月19日に貴重な絵画や遺物、彫像が収められていた寺院の本殿にて火災が発生した。電気の短絡あるいはかけられていたタペストリーを照らしていたバターランプの火が揺れたことが火災の原因であったと考えられている。この火災にて僧侶もなくなった。寺院の修復工事は 推定1億3500万ニュルタムの費用をかけて行われた。2005年に行われた寺院とその収納品の修復作業はブータン政府と当時ブータン国王であったジグミシンゲワンチュクが監督した。ABCDF e 福田良太郎。真子様標高3000メートル超の寺院を視察訪問の全日程終了。産経新聞。 https://www.sankei.com/.life/.news/.170606/.lif170606056-n1.html2020 年5月25日閲覧。No? E>、まこさま、徒歩で、ブータンの総員を訪問。afb 通信。 https://www.afppb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ31310262020年5月25日閲覧。ab マコ様シンガポール到着1日ブータンへ。日本経済新聞。 h t t p s w w w n i c c o m スラッシュアーティクルスラッシュ tgxlasdg31h6w301 兆520億1700万2020年5月25日閲覧 AB 中田綾子眞子様標高3000メートルの寺院訪問参道を2時間歩く朝日新聞 https w w w a s a h i c o m articles ask657dcnk65util07ghtml2020 年5月25日閲覧訪問先のブータンでトラノスと呼ばれるタクチャン総員へ向かう途中に写真撮影に応じる英国のウィリアム王子とキャサリン妃キャサリン妃のファッション写真特集時事通信 2020年5月29日閲覧。ABCDE ARDC1999、ピアニッシモ、40から41、ハット ABCDEFGH、パーマー、フランスフォース、ブータンヒマラヤンマウンテンズキングダム、オデッセイブックスガイズ、ピアニッシモ。 136から7、ISBN9 兆7896億2217万7574、ショー、ブライアン、ザファーイーストオーストラレナ、2003、ラウトレッジ。 ピアニッシモ 180, ISBN 18 5, 39, シ、180、ISBN9 兆7818億5743万1339、一瞬0071から3791、https コロンスラッシュスラッシュ books.google.com ス,スラッシュ。ID イコール E5 アズ1リッター GCJWQC&、ピコグラムイコール PA180&、DQ イコールタイガー 27S ネストモネステリ。 CD イコール 35V イコールオネパゲ Q イコール F イコールフォルス2010年3月12日閲覧。アード九1 9 9 9 P37 ハットアーミントン、スタンブータン、ロンリープラネット、ピアニッシモ、12930、ISBN9 兆7817億4220万3140、ハリスン、 ピーター、キャッスルズ・オブ・ゴッド、フォーティファイドレリジェス・ビルディングス・オブ・ザ・ワールド、ボイデル・プレス、ピアニッシモ、268-270、ISBN 9長7818億4383万665、ハット・モンテス、コリン、クライム・エブリー・マウンテン、エージャー・ニー・ツ・ザース、エス・モースト・スペクタキュラー・ハイ・アルティチュード・ローケーションス、フランシス・リンカーン・リミテッド、ピアニッシモ、 118119 ISBN 9長7818億94622639ありがとうございます。